皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日歌う一曲は米津玄師さんのレモンにチャレンジしてみたいと思います。温かい目で見ていただければと思います。それでは歌います。聴いてください。夢ならばどれほどよかったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた。もういかがだったでしょうか。これからもいろんな曲にチャレンジしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンお待ちしております。だんだん寒くなってきましたので、皆さんどうぞお体に気をつけてください。それでは明日も元気に会いましょう。